試合終了です。第12回日本フットボールリーグ前期第14節浦和ブリッツ秋田対栃木ユーバ FC の戦いは1対1の引き分けとなりました。ブラウブリッツも栃木ユーバも精一杯戦いました。視力を振り絞って戦った選手が今皆さんに挨拶に伺います。ドローだよドロー、ドローだよ、悲しくないんだよ。何度もゴールを脅かし、そして激しいジャージ